マルグリット・ド・ダンピエールは、フランドル女白及び、ブルゴーニュ女白。アルトア女白、ルテル女白、ヌベール女白の称号も有した。二度にわたって、ブルゴーニュ皇妃となった人物である。フランドル派クルイ二世とブラバント公、ジャン三世の娘、マルグリットの長女として生まれた。1357年、7歳で、ブルゴーニュ公フィリップ一世と結婚した。しかし、 フィリップ1世は4年後に15歳で死去したため、後位はフランス王ジャン2世のものとなった。1363年、ジャン2世は息子フィリップをブルゴーニュ公とした。ルイ2世はイングランドと友好を保つべく、マルグリットをフランス人と結婚させたくなかったが、母を通じてブラバンと交流相続人となっていた彼女を妻に望む者は多く、 マルグリットは1369年にフィリップ号炭鉱と再婚した。1384年の父の死により、フランドル白位はマルグリットと夫フィリップが相続した。二度目の夫ブルゴーニュ公フィリップ二世との間に以下の子女を設けた。ありがとうございます。